どうも、熊本県住吉芸人木材でございます。よろしく頼みます。ご当地トローリ戦争ね、はい、熊本県は、はい、もうあれっけないんですよ。ああもうそうですね、うん、あれっけないよね。もうこれはね、もう勝ちますよ、本当に。これで負けたらもう万歳ですよ。万歳なんですか？あ、お手上げですね。お手上げですよね、はい、万歳。どっちかというといいイメージなんですね。そうですね、お手上げの方ですね。お手上げの方ですね。はいはいはい、有明海でございます、うん、いいね。もうあそこがもう長崎の島原ですよね。そうです。でちょっとこの辺見てわかるかな、海苔の養殖とかで、ね、してるんですけど、本当とてもね、海藻がね、美味しい海藻が取れるということで、トローリ大戦争、はい、熊本はこちらで戦います。はい、すごい。赤目トロロ、もうトロロついとるからね。赤目ですよ。ね、もうね、いろいろメカブだったりね、ワカメだったりね、いろんな海藻取れるんですけどね、あの赤目はその中でも栄養価トップクラス、トローリサトップクラスでございます。すごいよね、うん。はい、開けましょう。わかりました。オープンザ赤目。あー、もうトロトロしてるわ。トロトロしと、トロトロトロリよ、トロリトロリトロリ。まずはそのままでよかいですか。はい、いただきますね。あー、うまいね。あー、やっぱ焼酎欲しくなるね。あ、焼酎これ皆さん、僕あの上級者なんで大丈夫ですけど、はい、あのこれ注意点があって、はい、もうちょっと取ったと思うんですよ、うん。こうちょっとと思ってこう吸ったらね、結構入ってくる。あるあると、うん、吸うて、うん、いっぱい来るところをちょっと取ってみていいですか。はい、ちょっとからずっていく感じの、はい、いっぱい持っていく感じのやつ。いきますよ。はい、いや、おお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 一水でいけますよ、一水で。地元のお祭りでこれの大会ありそうやな。あるかもね。どんくらいまでいけるかみたいな。な、うん、その食欲ない時とか、うん、つまみちょっとでいいなっていう時は、うん、もうこれが一番、うん。でもこのトロトロも、うん、はい、一番トロトロが出る一瞬のこのいい時期っていうのがあるんですよ、そのタイミングっていうのが、はいはいはい、これ天草の湯島で取ってるんですけど、うん、そのタイミング、その一瞬のタイミングを逃さずに収穫して、え、そうで、8度ぐらいで殺菌して、うん、でその後、太い茎、うん、茎みたいなところをやっぱりこの歯触りを良くするために取り除いて、でそっからミンチにするんですって。うん、すげえ。うん。だけど今みたいな、はい、なんか滝登りみたいな感じにね、そうですね、いけたわけよ。ああ、もう口いっぱいにもう赤目をもう感じ取りますから。いったよね。いったじゃあご飯行こう。ご飯行こうか。うん。うまいね。ご飯との相性も抜群、うん、絡むね、ご飯に。うまい。あ、これはいいね。朝はこれだ。あ、朝ご飯にいいですか。これとも味噌汁と卵さえあればもうバッチリ。おうおう、結構あったな。うん、結構自信もだけど。ご飯と味噌汁だけでよかったね。卵も入れた。卵も欲しかっ
戻したもん。うまい。これは元気になるな。なんかいろいろ使い勝手もいいみたいで、卵焼きに入れたり。あ、なるほど。うん、あのもううどんの具にしたり。うわ、美味しそう。いろいろあるんですよ。これだからずっとさ、もうとろーりとろーりって、まあ、一応とろーり戦争だから言うてるけど、実際とろーり以上じゃん、うん、どんくらい？ねっちょりじゃん。ねっちょりいった？ねっちょりぐらいいってるよ。だいぶやな、うん、ちょっと我々卑怯なチョイスしたかもしれんな。でもね、これはもう竹にはちょっと申し訳ない。申し訳ないね。はい、木材屋だけ、はい、ねっちょりでいったという感じですね。はい、これはうまかった、本当に。はい、熊本県がご紹介したのは、赤目とろろでございました。ありがとうございました。ありがとうね。